姫街道。姫街道は、浜名湖の北側、本坂峠を経由して、静岡県岩田市三鶴町、東海道三鶴宿と愛知県豊川市五遊町、東海道五遊宿を結ぶ街道である。道程約60キロメートル。古くは、東海道の本道で、二見の道と呼ばれていた。中世以降、浜名湖南岸の往来が、盛んになると長距離を移動する利用者は減り、地震などで、 浜名湖南岸が通行不能になった後に迂回路としてよく利用された。本坂峠を経営したことから本坂子市、本坂五へ、本坂通、本坂道士、本坂通り、本坂道、本坂街道などと呼ばれた。戦国時代に街道が整備され、江戸時代には東海道に付属する街道とされ、宿が置かれた。幕末頃から姫街道の故障が定着し、 明治以降、振動ができた本坂峠はトンネルで通過するようになり、峠越えの道は、廃道となっている。江戸時代後期になり、爆藩体制が衰えて、おかげ参りなどの機会に女性が、比較的監視の緩い脇道を通り抜ける機会が増えた。頃から、本坂道は、姫街道と呼ばれるようになった。故障の由来は、東海道の本堂である新居、今切れの、 石書での取り調べ、船での都会、もしくは今切れの後の縁起が悪いことを嫌って利用した女性が多かった、古くからある道という意味のひね街道が転化した、本堂男、脇道を女と見なした、など諸説ある。明治維新政府によって全国の石書と東海道の宿駅天馬書が廃止されると、姫街道は街道としての使命を終え、その後は、 地域の生活路として利用されるようになった。明治以降に新たに敷設された新姫街道は稲佐峠を南に迂回して浜名湖岸を通り、本坂峠越えは廃されて本坂トンネルを通過するようになった。休姫街道は廃道となったり、新休姫街道が重なる区間では、福音の拡張工事が行われ、 飢餓から三を払ういわけにかけて、道の両側にあった松並木の片側が取り払われた。静岡県西部から愛知県東部にかけて、本坂峠を越えて、浜名湖の北側、三日日を通る経路は、戦士時代から存在しており、周辺には、縄文、弥生時代の史跡も数多い。城代には、天竜川の下流は岩田の海と呼ばれる湖で、 東側に大野浦という湖もあったため、この道は東海道の本堂として利用され、二見の道と呼ばれていた。岩高海や大野浦の水が引いた後、東海道が浜名湖南岸を通るようになり、往来が盛んになると二見の道は錆びれていき、浦海道としての役割を担うようになった。この頃の宿駅には、宝月、本月駅、 現在の浜松市三河日町本坂内市日比、沢周辺や井の花駅、井の花湖の瀬戸、または新京があった。中世には地震などで浜名湖の南岸が通行不能となった時に利用されていたことが知られている。近世になって16世紀初めに浜名湖南岸に今切り口ができ、都線が必要となったことが本佐市の往来が再び、 盛んになる契機となった。戦国時代には、徳川家康の堀川城攻めや、遠州に攻め込んだ、武田信玄の軍勢と、徳川軍との三方ヶ原の戦いなどの際に軍勢が、街道を行き交い、交通の要衝として、関所が設けられた。天正年間には、本田作左衛門によって、新宿が設けられ、街道として整備された。1601年、慶長6年に、 江戸幕府によって宿駅の制が敷かれ、同じ頃、木ヶ関所が置かれた。本坂市の道は、本坂通、本坂道、本坂街道などと呼ばれた。また東海道三つ宿塾から天竜川の池田の私の間を南に迂回していた東海道の本街道に対し、三つ宿塾から真西に進む池田近道が徒歩の旅人に利用された。 1707年の宝永地震による津波や、1854年の安政の大地震などにより浜名湖南岸が通行不能となった際に、本坂通は迂回路として利用され、通行量が増加した。明は元年、1764年に、幕府は本坂通を道中武教の管轄とし、東海道の一部と位置づけて、一定の通行量に耐えうるように整備し、 浜松塾から木が三日日及びすせを経て五湯塾にイタリカの角宿を指定した。江戸時代初期の本坂道は東海道の安間の一律下から篠宿塾を経て木がに至る経路を取っていたが、火災や浜松塾の繁栄に反比例して通行量は減少し衰退していった。年にお参りが流行した時には宮古田村では 女中たちの抜け参りが多かったため、木ヶ関所の命令を受けて、見張り人を街道に沿う村の山へ毎日出したが、それでも抜け参りは絶えなかったとされる。文政十三年、1830年に浜名湖北岸の木が三日日方面からおかげ参りが流行し、浜松方面にも波及した際には多くの人が本坂通を利用した。幕末には将軍、 徳川家定の性質となった厚姫が、本坂2を通行した。明治2年、1869年に、明治新政府の赤書廃止令により、諸国の赤書は全廃され、木が赤書も閉書した。明治5年、1872年1月には、大上官布告1十号により、東海道の宿駅天魔所が廃止された。山中を通っていた、旧道は、明治、 大正時代の県道等の整備に伴い、通行量が減り、錆びれていった。明治22年、1889年7月までに、東海道線の東京神戸間が全線開通した。輸送、旅行はほとんど鉄道に移居するようになり、道路としての東海道は長距離輸送に果たしていた。役割を終えて、廊下なものに変質、駅周辺に中心街が移っていった。 明治29年、1896年には、姫海道鉄道の企業が計画され、浜松の幹線停車場、現、東海道線浜松駅から市の、ゆうたま、小松、三方、原、中川を通り、木が、三日日、売り峠を越え、豊川に出て、小井駅に至る経路が予定されていたが、実現しなかった。1879年、 明治12年に静岡県議会で旧来の姫街道は、県費支弁を受けられる道路に指定されたが、修理などは行われず、一律家や松並木は荒れるに任されていた。明治に入ってから山あいを通り、稲佐峠を越えていた旧街道とは別に、木馬から三日日までの湖畔沿いに1 0トル余りの道路が新設され、新姫街道と呼ばれた。旧街道は、 地元の農家が農作業に行く際に通る程度の通行量となっていた。1919年、大正8年に浜松の新名交差点から三方ヶ原を経て、飢餓を終点とする静岡県道静岡飢餓線が新姫街道に指定された。飢餓から三方原を岩手にかけての三方原付近の九目街道の両側には土手と松並木があったが、新九目街道は、 同一路線に作られ、道幅を広げるために、東側の松並木が取り払われ、西側の松並木だけが残された。1929年、昭和4年から高町、飛行体幹の姫街道の改良工事が行われ、1931年には、高町にあったひくま坂と呼ばれた坂に、石畳が敷かれて勾配が緩やかになり、 不評第67連帯が設置されると福音が拡張され、1935年昭和10年に災害、崖の旧道の東側が埋め立てられて振動が敷かれた。1963年当時、騎馬の姫街道は近く福音を拡張する予定とされ、古い街道が幅4メートル足らずだったのを倍近くに広げることから、騎馬関所の建物は、 存亡の岐路に立たされているとされている。小遊塾から少し東へ進んだあたりから、姫街道は福音を広げた、新姫街道に拡張され、豊川を鉄橋で渡るようになった。豊川から、先、本坂山までは、新姫街道は、旧道とほぼ同じ経路をとっていた。豊川に、海軍交渉ができると、豊川の町は、急速に拡大した。 戦後海軍交渉がなくなった後も、豊川稲荷の人気により、新姫街道は、豊川への街道筋として利用されている。新姫街道は、静岡県、愛知県境にある本坂峠の旧道の下を、トンネルで通過するようになった、旧本坂トンネル。1965年、昭和40年に、五湯から、三つまでの姫街道通過六市町村の有志によって、 姫街道を守る会が結成された。1972年7月には、姫街道を守る会の会員約40名が、本坂峠で、約半世紀間不通の状態となっていた本坂道、旧ュ目街道を復元するための動作を行い、鏡岩の所在や、植物学上基調とされた椿の原生群落地帯、復元のため修繕補修を要する箇所を確認した。 1980年、昭和55年には文化庁の補助による歴史の道調査事業、昭和54年度事業の一環として、静岡県の教育委員会により姫街道に関する調査報告書がまとめられ、その後改訂版も出版されて、重要な歴史研究資料となっている。1996年に文化庁が古道の保存と活用を図るため、 歴史の道百選を発表し、本坂2が歴史の道に選定された。毎年4月の第一度日曜に、浜松市北区細江町では、姫様道中という祭りが開催されており、お姫様に扮した道長の新成人が籠に乗り、地元住民扮する侍、奥方、腰元、奴などを従えて、と疑わず罪を練り歩く。1950年。 昭和25年に、清水自治会長の杉田坊が、木賀町の各地域がそれぞれ開催していた祭りを統合して、木賀町全体で大規模な祭りを行うことを構想し、各地域の自治会長、商工組合の組合長らを集めて、実行委員会を組織。その昔、釘や大名の姫様の行列が通ったという姫街道の古事にちなんで、道中行列を再現することになり、 祭りの名前を姫様道中として、と田川の桜包みを練り歩くことにした。1952年、昭和27年4月4日から5日、木賀町観光協会が観光事業として、第1回、桜祭り姫様道中を開催。それ以来、姫様道中は56年間毎年開催された。2011年には、東日本大震災の影響で、 開始中止となった。姫海道の故障の由来については、諸説あり、は、九百二十九年から九百三十八年、昭和四年昭和十三年にかけて、大戦時期、太郎、白柳周子及び内田明の間で、姫海道論争が展開された、としている。姫海道の故障が定着した時期について、は、宝永四年、1七百七年の地震の後、 御佐古を利用する国の奥方や姫君、女中衆が増えたことによる年、は、18世紀初めの教法の頃から、誰が言うともなく、姫街道と呼ばれるようになった、としている。また白柳修子による、江戸初期から、内田明による、平安時代初期からなどの主張もあった。しかし、万事元年、1658年の、東海道明初期や完成9年。 1796年の東海道名所図へ、1802年の東海道中膝栗毛などでは、本佐古市、本、坂道、二見の道などの名称が用いられていて、江戸時代の公文書に姫街道の故障は見られない。江戸時代末期になって民間文書に姫の名を冠した故障が登場するため、姫街道の故障はこの頃に定着したと見られている。は 幕末の文書、記録に記載があるためこの点は、決着済み、としている。1889年、明治22年に、発行の大日本帝国陸地測量部の2万分の、一地図では、姫街道の故障が使用された。1907年、明治40年の、大日本地名辞書では、近世、姫街道と言われるようになった、とされている。 1972年、昭和47年には、本、坂道よりも、姫街道の故障の方が有名になっている、とされている。姫街道と呼ばれるようになった理由については、は、姫街道は、起伏が激しく、また道程が、東海道の本道より 20km も、長く、姫街道という名称から連想されるような、女性が選んで通りたがるような名前優しい街道では、 なかったとして、説一から一や、説一から三の傾向があったにしても、何のために、わざわざ本堂よりも悪条件の、本、坂道を選んだのか理解に苦しむとして、説一そのものを、疑わしいとしている。気が塾文書によると、法営五年、1708年から完成七年、1794年までの84年の間に、 姫様と呼ばれるような身分の女性が通行した。人数は二十二人で、平均四年に一人程度だった。ので、頻繁に、姫様が通行していたわけではないとされている。お呼びは、節一から一お呼び、節一から二を故障の由来として挙げている。大山式太郎は、節一から一、節一から三を挙げた上で、節一から三が正しいとし、 白柳周子は、節一から一が正しいと主張。内田明は、節一をすべて否定した。は、特に女性の利用が多かったかを解明することは、宿帳などが残っていない状況からして困難だが、抜け参りの人々が、本坂2を多く利用したことは、間違いない、とし、事例として、文政十三年、1830年におかげ参りが、流行した際に、 本坂通が多く利用され、後に、木ヶ関所との関係で問題になった、としている。同書では、東海道の本堂の今切れ関所に対して、威風の念を示す意味で、脇道の本坂通を利用したのだろう、としている。は、徳川家康は、江戸への武器流入や諸大名に対する、人質として、江戸に住まわせた大名の妻たちの脱走を防ぐために、関所を設置したと言われ、 入り鉄砲で女の取り締まりは厳しく、東海道の今切れ関所は、特に女性に対して、取り調べが厳しいことで有名だった、としている。は、これに加えて、今切れ関所では、江戸へ向かう、入り女に対しても、所定の女手形を必要とした点を指し、は、関所破りは、極刑という掟があったことを指摘している。は、新居の関所には、改めば、と呼ばれる。 局部を指認して、性別を改めるという風評もあり、女性の旅行者には敬遠されたのかもしれないとしながらも、旅人監視の厳しさでは、姫街道にも飢餓関があり、本街道の新居石とさえはなかったのではないかとしている。大山式太郎は、女性が今切れ関所を避けて、本佐活を通行したものの、騎が関所の検閲も厳重だったとしたとされ、は、 大戦の説をおおむね指示するが、女性が東海道の本堂を避けた理由は、多様だった、としている。は、新井の裏関所である、木ヶ関所の取り調べも厳しかったという反論がある、ことに言及し、は、木ヶ関所の取り締まりは、今切れ関所と何も変わらなかった、としている。は、もともと、木ヶ関所の取り調べは厳重であったが、江戸時代後期になると、 感染道路以外では、石書の取り調べがかなり緩やかになっており、石書手形を取得しにくい女性が通行する際に、石書破りをする例があったことを指摘している。例として、前室の清川八郎、最優層では、石書手形を持たない母と同道したために、石書破りを繰り返しており、新潟県、長野県境にある関川の番書では、最寄りの宿に一泊した後、夜明け前に、 宿屋の手引きで赤書破りをし、善光寺から名古屋へ行く際には、福島赤所がある中仙道を避けて、稲街道を迂回して、道外を女性の取り締まりが緩やかな、女人道と表現。いいだから、中仙道の基礎つまごめに出るときには、聖内地道の脇道である、一の瀬番所を女性を通さない赤所だからとして、赤所の脇道を通過し、東海道では新居赤書を避けて、 お姫様街道を来たものの、騎にも石書があり、女中も、要因に通さないと聞いて、三日,日日から船を雇い、夜中に船に乗って、呉松へ渡る、石書破りをしていた。他にも夜中に、浜名湖を個人が船で渡り、飢餓の石書を破っている例がある。白柳周子は、飢餓赤書には、犬くぐり道があり、検閲に、手心が加えられていた、としている。は 道程で言えば、姫海道は本海道よりも20キロメートルも長くなり、本坂峠の急峻な坂道や、静岡側の木馬までの間にある低い丘をいくつも越えなければならず、加えて山道には、追いはぎや強盗が出没する不安もあったため、船渡しがあっても路面は平坦な本海道の方が通行しやすく、道中の不安も少なかったのではないか、としている。は 今切れ都線については、飛びも、舞坂、天気、日よりも静か名のみ洗いの船渡しということわざがあるほど普段は、穏やかだったので、女性、子供でも特に不安はなかったはずだ、都市も、この反論に言及している。は、法永四年、千七百七年の地震の後、浜名湖南岸を迂回するため本佐古市の通行量が、増加、幕府は法の七年。 1710年に大名の本作氏を禁止したが、公家の奥方や姫君、女中衆はこの街道を使用しけたことから、本坂道は姫様道、姫街道と呼ばれた、としている。では、お呼びを幕末に、女人道や女街道の呼び名が生まれた由来としながらも、特に姫街道、 姫様街道のように呼ばれた理由としては、関所手形を持っているため、関所を忌避する必要のない、身分の高い女性が本、坂道を利用した理由があったはずだとし、本坂道宿村大外町の中で、京都から姫や宮方が江戸に行くときは、賀谷や山が、すせなどの宿場で人馬が不足するから、かすけ号の触れ書きを出さなくてはならないとして特に、姫や宮方が、本、 坂道を通ることを強調していることを指摘し、その理由は、都会を寄避したことにあったのではないか、としている。同書はその例として、文政元年、千八百十八年の菅沼綾を袖比べの中に、香川景気が船を嫌うから、荒井の私を避けて本堂より五里元を回りに、なるけれど本佐古市という参道を行く、胸の記載があることや、東海同盟書図へのお油の項で本佐古市が、 荒い今切れの会場を渡らずして、陸路を京黒と紹介されていることを挙げ、前出の清川八郎、最優層の記述もあり、都会への不安に比べて、本佐古市はさほど困難な峠道ではなかった、としている。は、今切れの語が縁吟が悪いという話は、若い女性の旅行者には多少影響があったのかも、知れないが、もともと若い女性の通行量は、絶対数が少なく、 数の割にはという印象から冗談っぽく、姫街道のあだ名が生まれたのかもしれない、としている。は、強いて言えばこの説が最も党を得ているのではないか、としている。は、近世になって急に言うようになったというのは、おかしい、との反論がある、としている。は、東街道の表街道を、新しい街道として、これに対応する古い街道を、ひね街道と呼ぶのであれば、 木河から森町掛川に至る山手寄りのかつての二見の道の古道筋を呼んだはずが、古北以外の演習地方には姫街道という呼び方が全く残っていないため、古北だけに古道筋を姫と呼ぶ呼び方が残ったとするのはおかしいとしている。は、姫のイメージと古いというイメージが大きく異なり、また、姫様街道のような故障も見られることから、 ひねからの転化ではないだろうとしている。は、豊橋市が説議を取っていることを紹介し、あずま鏡などからは、中世まで平地にある見通しの良い平坦な道は危険度が高いと考えられており、山沿いや山の中を選んで通っていたことが伺われることから、近世以降、平坦な道が選ばれるようになり、街道の概念が変化した時に、古い道、ひね街道とされたのではないか。 としている。は、17世紀を通じて、東海道の本堂に、主要な大通行が移っていき、本坂2の通行量が減って、ひなびた街道となり、ひな街道と呼ばれていたのが、ひめ街道に転化したとする説もあるが、考えすぎだろう、としている。は、説3は明快で筋の通った説明だが、その割には、江戸時代の道中期には全く現れないため、 地域的な通称が一般化したものではないか、としている。は、男と女、強しと柔の発想が最も妥当かもしれない、都市では、説一から一との関連から、幕末には、幕府の権威が衰えて支配力は弱まったが、主要な石書の機能は存続していたため、特に手形がなければ、石書を通過できない女性が、 石章を避けたり、抜けたりできそうな脇道を選ぶことが多くなり、石章を通らずに住む脇道を、女人道や、女街道と呼ぶようになったのだろう、としている。なお、姫街道という名前で呼ばれる道は各地にあり、中山道の薄い峠の石章を避ける下仁田道、下仁田街道は、姫街道、女街道、長野県松本市と新潟県糸井川市を結ぶ線、国道、 全国外は、姫街道、岐阜県の東海道の付属の街道である、美濃堂も、姫街道と呼ばれていた、とされている。または、愛知県一宮敷にも、近代に、微細地域の織物工場で働く女性たちが通った、ことら、姫街道と呼ばれている、小さな道があったらしい、としている。内田明は、古代から女性に関係する街道だったことを理由に、挙げている。 姫街道には、静岡県側に3つ、愛知県側に2つのルートがあったとされる。静岡県側のルートは、の3つで、第一のルートは、江戸時代初期から、幕府の正式な街道として認められ、東海道順覧や、東海道名所税にもこのルートが記されている。表一参照。明は元年、1764年に、幕府の道中武教の支配となってからは、 第二のルートが正式な本坂道となった。愛知県側のルートは、の二つがあった。出展、よびにより作成。見つけから小湯に至るルートは、見つけから池田の渡しで天竜川を渡り、篠宿、塾、木賀塾、三日比塾を経由して、本坂峠を越え、須瀬宿を経由して、遠い西への渡しで、豊川を渡り、小湯宿で、東海道に合流する。 静岡県側では、細江町から三日美町にかけて、稲佐峠を含む低い丘を5から6つ越え、本坂山の旧な坂道を越えていく、起伏のあるルートだ。道程は、五湯から、見つまでが15里14丁、約63キロメートル、安間の一律下から五湯までは13.5里、約54キロメートルあった、東海道の本堂よりも、 約二十キロメートル、長かった。九尾目街道の道幅は九二メートル強で、坂道の石畳や、松並木も前線にわたって整備されたわけではなく、もともと交通量の少ない補助道路だったため、旅人の監視は、本街道並みに厳格でも、設備は、大分簡略化されていた。また山、坂、峠越えが多い街道だったため、物資の輸送には不向きであり、 愛知県側では、江戸時代後期には、本坂2よりも、吉田から船で、豊川を遡上して市区渡村、新城市でに上げし、売り峠を越えて、三日美塾まで運ぶルートが多く利用され、また、静岡県側では、関所の取締りにより、原則船運が禁止されていた浜名湖で、これに違反する船運が活発に行われていた、とされている。 江戸時代の姫街道の経路を描いた絵図はいくつかあり、下記に挙げた絵図のほか、本坂街道絵図や東海道の主事の道中絵巻にも描かれている。江戸幕府の道中奉行所が完成年間に制作し、文化三年、1806年に完成した1800分の一の縮尺図、五街道その外文館見取りのべ図のうちの本、坂道文献のべ図、控えには、 浜松から五湯に至るルートが詳細に描かれているとされているが、1997年当時、定新博物館が所蔵しているものの非公開で交換されていないため閲覧できないとされており、2010年当時は優勢資料館のみに現存しているとされている。2011年10月に豊橋市、二川宿本陣資料館で開催された歴史の道姫街道展では、 本図の写真が展示された。豊橋市美術博物館小像の本、坂道、三方限界路図は、江戸後期の手書き彩色の絵図で、吉田、豊橋から長楽へ出て、本坂峠へ向かうルートが描かれている。細江町の個人所像の本、坂道絵図には、静岡県側の一律海や地社、本陣などが描かれている。本坂通縮村大外町は、 天保から安政年代1830から50年代にかけて江戸幕府の道中奉行所がご街道やその脇道の各宿駅と街道筋の村落の状況を調査してまとめた宿村大外町のうち本坂2の状況についてまとめた資料で道中奉行所によって使用されたと見られており近世史研究の貴重な資料となっている一律家は 一里ごとに、道の両側に塚を築き、えのきを植えて、旅人の瓶に供したものだったが、1971年現在、浜松塾の金剛で王子の姿を留めているのは、三方ヶ原追い分けに近い道側に一気が残っているのみ、とされている。姫街道の一律は表3の通り。出展、小池本坂和の西園地方一里塚表。 静岡県史跡名商天然記念物調査報告による、すせごゆはお呼びによる。2003年現在、姫街道、尾目街道は、各地で都市化が進み、道路拡張などにより寸断されるなどしているが、地元住民の努力によって復元されている箇所もあり、特に、浜松市西北部の細江町、三日比町では、昔の街道の面影が残っている、とされている。 本坂峠を越える経路自体は、縄文時代から存在していた。街道近くの静岡県三日日町の石灰採石場では、新人段階の化石人骨、三日日人が見つかっており、縄文遺跡や弥生遺跡が数多く存在している。五湯、豊川四国府の東海道と姫海道の分岐点には、2003年現在、常野塔が建てられているとされており、 1972年、当時、古い石碑が建てられていたとされている。1972年当時、五湯からほど近く、西、明寺の入り口近くの姫街道のかつて、詐欺坂と呼ばれた坂の上には、場所をのく碑が建っていた。須瀬一律家は、道の両側に残っており、どちらも直径10メートル、高さ2メートルほどでほぼ円形をしている。 2011年当時、豊橋市文化財の指定を目指していたとされ、2012年に西側の塚が豊橋市の史跡に指定された。須瀬のジャーナは、須瀬から本坂峠への上り口近くにある深さ50メートルほどの小乳道で縄文前期の洞窟住居跡だったとされている。国の指定史跡となっている。本坂峠の東側には、 大きな磨いたような岩が垂直に立っていて、鏡は石と呼ばれており、その下には椿の原生林が続いている。現存する貴重な一律家として、1992年、平成4年に浜松市の指定文化財となった。2003年現在、三日日から本坂峠に至る区間は、三日日町内で最も保存状態が良く、本坂一律家は、 当時の様子をよく残している、とされている。九尾目街道の静岡県側から稲佐峠へ登る途中に、そこから見る浜名湖の景色が、最も美しいと言われている畳一畳ほどの平たい、岩、石があり、金は、石と呼ばれている。江戸時代、姫岩近くには茶屋が作られていて、平石五休憩所と呼ばれており、大名行列が通行するときには、近藤家の家臣が出向いて、 湯茶の接待をしたと言われている。水は2キロメートル南にあった、トノサマ井戸から汲んできていたとされ、1997年、当時は、姫サマ井戸と呼ばれていた。1972年当時、姫岩やヘッツイアとは、寒木に埋まり、探さなくては見つからない状態になっていたとされていたが、1997年当時には、石の横に休憩所が設けられており、 休憩所の前後には石畳が敷かれているとされている。松陰佐峠を東から西に越えたところの岩根集落に大だらぼっちの足跡だと言われている大だらぼっちの池と天保六年1835年に再建された薬師堂がある。薬師堂は松陰佐峠を越えてきた旅人の休憩所として使用されていた。1959年に 浜松市中区青い東の三方原追い分け、元追い分け交差点から西区大船長までの約4キロにわたる松並木は同市の指定史跡となった1950年代 -1960 年代には300本以上の松が残っていたが、松食い虫の被害などで年々4、5本ずつ減少したとされ、2014年には240本余り、 2015年には206本が残っている。2008年に浜松市は保存管理計画を策定し、将来的な補食や代替のためにはマ松フラワーパークで苗木を育成、2015年にし、立ち青い日賞で配布するなどしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。